辻村女子高校1年の宍戸愛子です。大変このコツコツ努力する選手だそうですね。そうですね、高校に入りましてだいぶ成長してきましたね。はい、ピアノ協奏曲短調作品16です。これも難しいですね、ええ、まだまだの可能性を感じますので、ええ、これからも努力を続けてほしいですね。はい、活かしていってほしいですね。宍戸はどんどん盛り上がっていくところをぜひ見てくださいと言ってます。こういうスポットもなかなか難しくて、はい、できないんですが、人も簡単にやってくれるので楽しみですよね。宍戸愛子のボールでした。2回前転しまして、このキャッチがちょっと胸で受けたように感じますけれども、はい、そして開脚をしながら開脚をして前転をして足で取るという、ね、はいはい、これも難しいですね。宍戸愛子のボールをご覧いただきました。舌を出してますね。まだ高校1年生です。そうですね、これからですね。